はい、はい、じゃあ、あと3つ。不満そうに見せた。あれちゃう？そうに見せたはありですね。不満だけか。不満だけか。発音が難しいだな。発音難しいな。不満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 ながら不満そうに。ながら不満そうに。長さ好きじゃわ。わかる気がする。マニアックな話だった。え、でもわかるでしょ。わかるよ。わかるでしょ。すげえわかるけど。このなんかミクロのな、このだって難しいよ。すげえぴったしなんよ。うん、このゾウリムシの模様すげえなんだ。なんかそういうレベルの話だった。それ音に変換できたらすごいんですけどね。頭の中で、うん、あ、この音いいよねみたいな。な、波だけ見て。すげえよ、それは。じゃあ、頭不満。あ、不満。不満じゃなんだっけ、お願いします。不満。不満。一番難しいかもね、こういうパターン。難しいな。多分、あの、負の後の、アコさんのうがいらのが、若干、負。ふーってなってる。ふ、まうん、ふ私のやつもう一回聞いてみたら、うんうん、もう一回聞いてみよう。いくで。はい。並べ景色を見ながら不満そうに見せた。それをじゃあ意識してみるか。不満、不満ってじゃなくて、まと運をこう対した感じな。不満、不満、不満。不満、なんか不満じゃなくて、うん、不満、不満、まから運へこう、不満、そう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 、不満、不満ってお、そんなに不満言うことねえよな。え？いやいや、いきます。はい。不満。すげえなこれ、面白いな。並べ景色を見ながら不満そうに。近い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 よ。どこがどう近いのかちょっとよくわからない。でもすごいわ、か、ち、変わったのはわかる。うん、うん、を見ながら不満そうに。すげえ、あ、一緒一つに聞こえてきたから、うん、もう一丁いきますか、うん、もう一丁いきますか、うん、じゃあいきます。はい。不満。もう一回いきます。はい。ちょっとちょっとこうあれ震えてしまった。不満。どうかな。え、よかった気がするんだけど。景色を見ながら不満そうに。ありじゃなこれ、うん、ちょっとヒューマニズムな感じで。いや、どんなのヒューマニズムだ。